Thank you.
ジュエルビーモン。立派に戦ってみせよう。待ちくたびる。バスバス
そろそろ体は休まってきたと思う。よし、ここはリーダーとして僕がみんなを元気づけて。待て待て、今はそういう暑苦しいのは逆効果だろうがよ。そうか、こういうのはタクマの方がうまくできんだろ。任せるぜ。うん。みんな歩ける。いつまでもこの辺りばかり調べてられないし、そろそろ教授と合流しよう。分かったよ。何か話そう。何かって何を？何でもいいよ。愚痴でも不満でも、これからどうしたいかでも。こうしてみんな歩き出せたってことは、疲れはそこそこ取れたんだろ。だったらせめて気持ちを言葉にして、この先どうするかを改めて考えようよ。賛成。うちもう空気重いの嫌になってきた。お前おとなしくしとけよ。まだ疲れた顔してんじゃねえか。疲れてはいるけど、そんなのふかふかの布団で寝なきゃ治らないよ。無理してでも探索して敵の本拠地を突き止めたりとかしてさ、そういうなんか明るいニュースを見つけられたら、ちょっとは空気軽くなるんじゃないの？これは良くないな。どうにかできないものか。ダイヤが何言ったって無駄だぜ。結局自分で気づくしかねえんだからよ。それはそうなのだが、歯がゆいな。ん？たくま、あそこ。まずい、敵が襲ってくるぞ。どうすんの、こんな状態で。もう変なところで遠慮しないで。私はサキの味方だってずっと言ってるでしょ。フローラも戦ってくれるの？当然よ。みんな油断しないでね。ファルコモン、頼む。俺たちの力を。
ルベロモン。これならば。任せておけ。俺に任せておけ。勝敗は決まっていた。そうだミノル、彼らと過ごした時間を忘れたのか。共に戦い、共に生き、いつだって支え合っていたじゃないか。
ちょっと前までロップモンをいじ地下水路の時、ロップモンは周知さんに黒い霧で攻撃しようとしてたんじゃないのか？僕はそんなこと。いい加減にしろよミノル。八つ当たりしてんじゃねえ。八つ当たりじゃねえ。事実を確かめてんだよ。おいファルコモン、あの黒い霧は何？俺にはわからない。否定しないのかよ。本当にお前たちは俺たちの味方なのかよ。下手したら俺たちを襲いかねないって。つまりミノルは俺たちを疑ってるってことなのか？違うよ。僕はタクマを傷つけたりしない。絶対にしないよ。お姉ちゃん、悲しいの？悲しいなら聞かない方がいい。そうか、これまで大変な道のりだった。心が疲れ、すれ違ってしまうのも無理はない。そうだな、心がすれ違っている今だからこそ君たちに聞いてほしい話がある。聞いてほしい話？私はずっと考えていた。古より伝わる話の中で、薬剤を退き使役者を守ると言われる獣神伝承と、君たちが今一緒にいるこの獣神たちとの関係を。そういえば教授は敵のことを獣神って呼んでいましたね。ああ、間違いない。まさに彼らこそが獣神だ。神といっても広く信仰を集める存在ではない。性質で言えばつくも神に近いとも言えるだろうな。思いを受け止めて力を返すところはどこか神らしい流れを持っているとは思うが。小難しい話はやめてくれって。もっと分かりやすく話してくれよ。なら聞きたいことはないか？何かあれば質問してくれ。その方が君の望む答えを返しやすい。質問だって？じゃあなんで襲ってくるのと襲ってこないのがいるんだ？それは刺激する者の心を。あの、不安定な心って？例えば恐怖、例えば不安、寂しさ、息苦しさ。獣神が心の映し鏡であるならば、そういったマイナスの感情をも映し取るはず。そういう意味では今の君たちは非常に危険な状態と言えるだろう。警告しておく。無理はしないでもらいたい。これは君たちの命を守るためでもあるんだ。獣神の使い方を誤れば、その咎は自分自身に跳ね返ることになる。彼らが守りたいと思う人間、すなわちパートナーの心の在り方が、獣神に結びついた人間、その全員の行く末を決めるのだ。なあ、なんで俺たちは獣神と結びついたんだ？すまない、その質問に関しては確かな答えを持っていない。そっか。でも獣神の祠に僕たちが揃ったのにもきっと何か意味があったんですよね。ああ、おそらくな。しかしそれだけでは説明できないこともある。